はい、こんにちは。皆さん、ソラルです。パート10、とうとう2桁ですね。早いものです。やっていこうと思います。で、前回のところから変更点が一つ、ここに塔が、塔と言っていいのかな、なんか見張り台みたいなものを作りました。どうなってるかというとですね、ここに扉があって、外にしか作れなかったので街の外なんですけど、一番上まで登るとこうほっ外が見渡せるようになっていると。で、ここが限界高度です。で、あと何か置こうと思っても不思議な力で弾かれちゃうという感じです。で、もう一つあります。それがですね、あー、足が滑った、やばい、死ぬと思ったら死なないという、なんだっけ、メルキドグリーブだっけかな。待って、メルキドグリーブ、うん、合ってるな。ピラミッドの中にお宝があるっていうことを言われていたので、それを取ってきました。で、隠し扉、じゃあ隠し部屋があって、そこに今の靴があってですね、すごいのが、どんなに高いところから落ちてもダメージを受けないと。だから結構こう建築とかしやすくなった感じがします。というわけで、ストーリー進めていこうかなと。で、ロロンドが、ソラルよ、街も発展し魔物たちとの戦いも近い気がせぬか、鋼の守りも完成し町の守りも万全と言いたいところだが、まだまだ満足しない。はあ、ははあ、もう一回り町を発展させてくれるのか。はあ、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 防衛設備を新たに作ってくれてもいい。レベル5にしろってことかな。レベル4にすればよかったのか。そんな、お主に素晴らしい知らせがある。多分、レベル4にしなきゃいけなかったのを、もうレベル4にしてあったからって感じなんだろうね。素晴らしい知らせがあると。お、最強にして最大の防壁の記録を見つけた。メルキドシールド。へぇ。どんな魔物の攻撃からも街を守れると。はいはいはい。しかし。はぁはぁはぁ。作り方がわからない。製法の断片だけビルダーのうちに伝えておく。おぉ、いつかひらめいてくれると信じていると。はいはいはい。今教えてもらってんのかな？ロロンド、顔怖。鋼インゴット。ひらめいてないよね。ひらめいてないけどさ、ロロンドのところに、なんかマークついてるね。これはもう、なんだろうな、おいおい、そこピリン用のゴミ箱だぞ、漁るな。うおー、そられよ、大変だ、またも魔物の軍勢が迫っていると。はいはいはい。オッケー、倒そう。ちゃっちゃと。まあ、防壁できたばっかりだしね、そんなに苦戦することはないと思うんですが。こっちから来るってことでいいんだよな。来ましたね。さあ来い、来てみろ、ここでちょっと見てよ。おうおうおう、おう、大サソリ軍だ。ほら来てみろ。あ、おお、すげえ、勝手に死んでく、勝手にやられてく、強い。別のサソリ軍だ。ほらほら来てみ。え、これ何もしなくていいじゃん。防壁って言えるのかな、これだけの攻撃力を誇っているもの。なんだなんだ、余裕だぞ。隊長が現れた。何もしません、まだ。まだ何にもしません。ほら、こっちだぞ。お、壊してきた。おー、へー、おいで。こっちだぞ。おお、壊してくる。戦うか、しょうがない。ほら、おいで。ほら。お、食らってる食らってる。ほい。ほい。ほい。結構強いんだろうけど、結構強いんだろうけど、全然別に、なんか、苦戦はしませんね。ただ、せっかく作った、防壁が壊されてしまったので、ちょっと修復しようか。お、旅の扉緑来た。これで多分、最後の地に行けるようになるのかな。この、この六角形もね、もう慣れたものですよ。あれ？
人来た。あれ、女の子じゃない？あ、女の子だ。やった。褐色系、褐色肌の女の子。随分と冷めた目で、いいえ、冷めすぎて逆に熱を持った目。今更進学かって思ってるんでしょ。いやいやいや、まだ7人しかいないからね。全身に課金まくってある。住んでる人たちは随分ピリピリしているみたいだね。ピリンのことかな。ピリピリ、ピリン。歩き疲れてヘトヘト。ヘトンかな？じゃあこの子。チェリコ。あ、全然違う。チェリコ。空気の読める女、チェリコ。ああ、やめて、攻撃しないで。こいつね、味方にも攻撃してくるからな。やめて、やめてくれ。ひ、隙を見て、直すと。やばい、全然直せてない。ああ、嘘、チェリコ。チェリコ。これは、いいね。この女の子が二人並んで、お前、ああ、女部屋だから一応守ってくれてんのか。まあまあまあ、でもね、やることは一つですよ。ここまで来てしまえばね。あれ？四季わら、わらい、わら、わらどこ。あ、わらべったりった。さて、じゃあ。まあまあまあ、でも、ねえ。まあ、ねえ。こうなるよね、それはね。できたら俺が真ん中がいいんですけどね。チェリコもいきなり可愛い服着てるな。可愛い。あれ？見えない。なんだかおとぎ話で聞いてた街ってもっと夢に溢れたところかと思ってたけど、なんだか物騒に壁に囲まれて物騒というか殺伐としているというか。ところであなたはあの可愛らしい子とはどういう関係なのかしら。何？いきなり嫉妬？二人きりで一つのお部屋で一夜明かしたような特別な関係なの？いやもう毎日ね、二人で寝てますよ。大人の女。お前らみんなそっから行くんだな。まあね、近いからね。どんな関係かって聞かれてるよ。そう、安心らしいね。町を強化して強い武器を作るのが大切だってわかるけど、そのせいで魔物に狙われちゃうのも怖いよね。一番心配なのはロランドとロッシュの仲が良くないこと。もちろん守りも魔物も どっちだっていい。私はみんなで楽しく暮らしたいだけども。いい子だなピリン。やっぱりピリンが制裁かな。そうだ、お前ら喧嘩すんのやめろ。ショータはね、いいやつ。はいはいはい。メルキドを滅ぼしたのはゴーレムだと聞いたと。うん、メルキド支配する魔物こそこの地の守り神ゴーレム。お？旅の扉の途中である発明家に会い、魔法の玉。おうおうおう、魔法の玉ってね、いう名前の爆弾だけどね。ブロケ3で出てきましたね。壁を壊す爆弾。お、製法をお教えします。へぇー。多分、次の扉で、そのための、なんだ？そのための火薬とかが手に入るんじゃないかな。それで、それを使って爆弾を作る、みたいな。どこだ？こっちじゃないんだ。あ、じゃあ作れんのかも、もしかして。魔法の玉、あった。あ、やっぱりそうだ、爆弾石。火薬じゃなくて爆弾石か。緑の扉で爆弾石を手に入れて、それを使ってって感じだろうな。お、サソリの棘が手に入ってて、ウォーハンマー作れるね。ウォーハンマーすげえ強かった気がする。カン、カン。よし。じゃあ、ウォーハンマーも装備してみましょう。攻撃力が、銅の剣が17、鋼の剣が35、大金槌が29、で、ウォーハンマーが37。一番強いんだ。ウォーハンマーもじゃあ装備してみましょうね。
こいいよな、ウォーハンマー。というわけで、じゃあ、必要ないアイテム預けて、釣った階段いらないよな。あ、キノコはいるね。キノコは大事ですよ。いやな、薬草、まあ、いっか、行きましょうか。新たなる知恵。緑の旅の扉、緑の旅の扉。どこだ、どこだ、どこだ。あれ、ちょっとちょっと、ないんだが。緑、緑。旅の扉、旅の扉。こんだけアイテムあるとちょっとあれだね、探すのも一苦労だな。なんかこううまい探し方あんのかな。あ、これ肉料理くれた。あった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 。キュキュキュ、緑色で探してたから見つからなかったのか。じゃあこれで多分三つ股の祠になると思うので、死にほい。新たな場所への扉が開いたと。でかしたぞ、お三つ股の祠来たね。良いではないか。みんな来るのかな。あ、来た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 。本当に大所帯になってきたね。まあ、とりあえず行ってみっか。爆弾石は爆弾岩から作れると。行ってみましょう。だいたいここにた、おったあったあったあった、宝箱があって、ここに弾が入ってると。あれ？さて、導きの弾。導きの弾ってね、何なんだろうね。見てみよう、導きの弾。今まで使ったことない。あ、置いた場所をコンパスに表示。あー、なるほど。じゃあ、場所がわからないよーってなったときに、おお、爆弾岩！ひん！うわっ！うわっ、強い！壁にぶつける系、うわっ、やばいぞ、あいつ。うん。て、メガンテ。うわー！すげー！うまく使えば、こう、素材集め、はかどるな、これ。はかどるけど、かなりこう防御力高くて HP 高くて倒すの難しそう。来た。ここで、ここでもう削るしかない。え、ねえ、が、あ、あ、頼む、間に合ってくれ。あっぶねえ、間に合った。はあ、なるほど。ハンマーの方がいいかな？どうだろう。あとね、教えてもらったんですけど、ハンマーを装備した状態で回転切りすると周りを一気に壊せる。これがすごく便利で、黒い岩、鉱石集めとかの時にこの方法がね便利なんだけど、俺よく分かってなくて使ってませんでした。うわ、爆弾岩いる。倒しとくか。ほいほい。うわ、うんうんうん、ねえ、間に合うかな。間に合いそう。間に合う。オッケー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 。あ、寝てる。あ、これはね、ダメージ覚悟で。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと無理。お前、邪魔するなよ。ちょっと待って、結構普通にやばい。結構普通にやばい。あ、だって死ぬ、死ぬ。あ、上質な毛皮。鋼の鎧、やった。毛皮がないと作れなかったのか。来てるー、やめて。うわ、回復しよう。ちょっと待って、めっちゃ追ってきてる、めっちゃ追ってきてる。あ、ちょーってなって、そこで爆発やめて。そこで爆発は困る。おぉ、段差も乗り越えてくるんだ。岩なのにね。めっちゃ攻撃されてる。追ってくんな。
え、無理無理無理。あ、怖え。逃げよう。回復。で、爆弾は、あ、なんか洞窟あるぞ。行ってみましょうか。洞窟。で、魔法の玉を作れっていうさ、ミッションだけだったから、魔法の玉作ってしまえば大丈夫なのかな。どうなんですかね。なんかありそうだな。宝箱とかある？なんだこれ。普通に鉄か。なんだこれ。あ、壊せない。なんだ、魔法の玉使わないと壊せないとか。希少鉱石だな。ダイヤモンドみたいな。ダイヤではないだろうけど、なんだろうな。ここにもレア鉱石と銅鉱石。おお、この回転ハンマーすっげえ便利。でもなんもないね。特に何かある場所ではないってことかな。あれ、壊せない。あ、壊せるか。いやー、これ下向きに回転切りとかできんのかな。それはできないか。いやあ、まあさらっと集めて進んでみよう。何かあるのかな。結構来てるよね。何もないのか。あれ、何もないじゃん。なんか隠されてるとか。うわ、普通に海だ。特に何かあるわけではなさそうですね。いや、かなり来たな。あ、なんか爆発した跡が。爆弾は爆発した跡があった。とりあえずじゃあ戻りましょうか。ふぅ、怖え。帰ってきました。危ない危ない。あのね、モンスターがやっぱ強くなってて、気を抜くとやられそう。ただ、爆弾岩を3匹くらい倒したかな。で、爆弾作れるようになったはずなので、これで爆弾作っていこうかな。とりあえず鋼の鎧も作れるはず。鋼の鎧きた。これ作りましょう。で、持ち物、装備がもしかしていっぱいなのかな。あ、もう装備いっぱい？いっぱいっぽい。しまう、しまう。いらないアイテムしまっちゃおう。いらないアイテムしまっちゃおうね。で、鋼の鎧、出すと。さて、見てみよう。装備、鋼の鎧。装備。おー、騎士感出たな。いいね、この色。で、クラフト、普通に。あ、違う。違うねー。作る。魔法の玉。鉄インゴとか。鉄は作れるはず。鉄インゴと5個。で、魔法の玉、作りましょう。いや、魔法の玉ってマジでね、あのね、魔法の玉マジで、こう、ただのね、爆弾だからさ、もう見た目からしてそうだけど。TND じゃん、だってこれ。魔法の玉。ちょっと、どうやって起爆すんのかな？なんか、適当なところで、じゃあちょっと、この辺のよく見、いきなり？いきなり？あ、おぉ。ああ、でも、いいな、これ。洞窟とか掘り進めていくときにさ、なんかこうやってパッてさ、置いてさ、パッて置いてさ、こんな感じでさ、すごくいいんじゃないこれ。ねえ。木も壊してくれてるね。あとじゃあ、モンスターにどれぐらいのダメージ与えられるのか見てみましょうか。スライムくん、ちょっと、頼むよ。104。
爆破。あ、ごめん、君の仲間を爆破してごめん。なるほど、104か、でかいな、104は。それは、ボスもイチコロですわ。さて、魔法の弾いくつか作っておきましょう。あー、これしか作れないか。無駄に使ってしまったな。で、翔太に話を聞いて、これはすごい、魔法の弾が完成したのですね。魔法の花の、弾の発案者も、この私も、ものを作る力が奪われたもの。実際に作り出すことはできなかったと。ほうほうほう。メルキドを支配するゴーレムは必ず来ます。ゴーレムに勝てば空の闇も晴れる。ほんとかな俺、ほんとにゴーレムが悪いやつなのかな。魔法の弾が20個もあれば、20個あったのに使い切っちゃった。じゃあ、魔法の弾、20個、作ります。しばしお待ちを。集めてきますね。オリハルコン。すげえ、こうやって手に入るんだ。白い鉱石があって、今全然壊せなかったんですけど、あ、お腹空いてる。食べよう。オリハルコンか。伝説の装備とかを作るのに、すごく、重要になってくるアイテム、オリハルコンっていう多分アイテムが、この爆弾を使うことで採掘ができることに気がつきました。これでオリハルコンもいくつかこう集めておいて、いつか来たる日の建築のためにこう、オリハルコン、うわ、すっげえあるじゃん！集めておきましょう、オリハルコン。オリハルコンって聞くだけでもうなんかドラクエ好きな人はもうワクワクだよね。うわ、あれなんかめっちゃあるぞ。そんなに貴重じゃないってこと？もしかして、今壊せないだけで後々普通に壊せる。オリハルコンのハンマーとかが多分作れるようになったら、普通に採掘もできると思うんですが。あれめちゃくちゃあるやん。あんまりこう貴重じゃないのかも。まあ、とりあえず引き続きじゃあ、爆弾岩代わりをします。あ、やばい、間違えた。そうじゃないんだよね。うわぁ！怖え。ふぅ、よし、帰ってきました。結構倒せたはず。これで、魔法の弾を20個作っちゃって、それで、ボス戦になるんですかね。とりあえずじゃあ次回はそこから多分ボス戦、魔法の弾を作り、ボス戦に向かうという感じでやっていこうと思います。パート10、ありがとうございました。パート11でお会いいたしましょう。